どうも、おたつです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回はね、結構ね、期待されてた方も多いかもしれないんですけれど、まあ、中華イヤホン好きね。こちらのね、シーオーディオと、タングスのコラボ、シミンリ、ミーツリンコって書いてあるんですけれど、シミンリっていうイヤホンにリンコがコラボしました、みたいな感じだとは思うんですけれど、今回ね、このね、2つのブランドが、コラボしました、ということでね、だいたい約7000円以下だったと思うんですけど、まあちょっとね、変わったパッケージで、それをね、開封して、レビューしていきたいなと思ってます。まあ1万円以下でね、いいイヤホンを探している方、結構参考になると思うんで、最後まで見ていただけますと幸いです。ほんならね、開けていきましょう。はい、パッケージはね、毎度のことながら、まあ、CO では結構ね、可愛い感じのパッケージになるんですよね。まあ、コラボしてるからか、あの、可愛い、あの、リンコっていう、あの、女の子と、まあ、なんか、竜が合ってるような感じになってますけど、開けていきましょう。エンカウンターエディション。おー、なんかすごいな。これもあれなんだ。こんな感じになってます。布みたいな、なんかメガネ拭きみたいなね、布が入ってますね。で、ラッキースクラッチ。で、エンカウンターエディションっていうことで、イヤホンがここに入ってるんですけど、赤いですね。で、ああ、なんかこんな感じになってんだ。イヤピがこう入っとって、で、イヤホン本体がこっちに入ってたんですけれど、結構なんか、重たいんですけど、ずしっとくるような感じの、シェルなんですけど。思った以上になんか重い。金属感があるようなね、見た目ですよね。こんな感じなんだ。で、10mm のダイナミックドライバーなんで、まあ、小ぶりですよね、結構ね。汚れがついてますね、これ。ちょっと拭かにゃいかんやつだ。セロハンテープ剥がしたような跡みたいな汚れがついてる。なんかね、シェル自体はさ、価格考えたら結構、しっかりしてるなーって感じがするんですけど。その他、内容物見ていきましょうか。まあ、ここまで結構凝ってますね。全部凝ってる。すごいわ。で、ケーブルは、はい、こんな感じのケーブルで、なんか、あれだな。ちょっと変わったような質感してますね。なんて言うんだろう。なんかすげえ、ゴム触ってるような感じがする。触り心地。5NOFC の 0.05 の 120 ワイヤーっていうあのケーブルみたいですけれど、プラグは 3.5 ミリですね。ケースがこんな感じのケースで。なんていうか、C オーディオがコラボしてるだけあって、すごいあの、一個一個のね、あのパッケージとかにすごいこだわりを感じられますね、今回ね。まあ、タングズってあの、あれだと思うんですけど、不足点とかのとこのメーカーだと思うんですけど、まあなんか不足点はすげえ、なんじゃこりゃみたいな。なんかゲームのパッケージかなみたいな思いましたけど。まぁ、今回はアニメ調のね、感じで。ちょっとあの、手に取りやすいような感じになってますね。まぁ、仕様でもちょっとね、最近なんかアニメ調すぎるんじゃねぐらいに思ってるところではあるんですけど。好き嫌いが結構分かれると思うからね。はい。でね、装着感どんな感じか見てもらおうと思うんですけど、こんな感じです。はい。割とまあ収まりいいんですけど、ちょっとね、耳から出る感じはありますね。で、なんかすごいあのケーブルが、なんかゴム感がすごい。なんでこんなケーブルなんだろうね。なんかいつもとはなんかちょっと違う感じがしますね。まあ収まり自体はすごいいいから、そういう意味では、付け心地は悪いと感じる方は少ないんじゃないか。なんていうか、筐体がいつもより重量感感じるなって。気はします。10mm のダイナミックドライバーなんだけど、何なんだろうね、この金属製だからなのかな、このボディシェルがね。だからちょっと重たく感じるのかもしれないです。まあこれ長時間つけとってどうなのかなってとこですね。まあそんなところでしっかりねこれ使い込んで、まあゲームとか音楽で、まあ僕はねメインがゲームなんで、ゲームで使った感想っていうのをね皆さんにお知らせしていきたいなと思います。ほんならねしっかり使い込んでくるんで、しばらくお待ちください。はい、ということでね、こちらしっかり使い込んだ感想を伝えていきたいなと思うんですけれど、まあね、まずコスパがねすげえって思えるレベルの音だし、セット内容だなと思って、いやこれがね約さ6000円くらいの価格帯でさ、買えるのすごいよ。この価格帯って結構ね、まあ、なんか音で遊んでるような感じの製品が多い中、このね、コラボイヤホンっていうのは、ほんとね、もう CO ディオらしい、まあ、この音はいいなって思えるようなね、チューニングになってて、もう外観の安っぽさとかほんとね、もうゼロ。1万円ぐらいでね、もうこれ売られててもね、おかしくないんじゃないのかなっていうのはね、もうね、見た目ともうセット内容になってるかなというところで、ほんとね、ナチュラル系の音だし、中華イヤホン入門でこれ買ったら、あれなんか今まで使ってたイヤホンより全然音もいいし、なんかいろいろいいんだけどみたいなね感じになっちゃうと思います。
それじゃあ音について話していきますけれど、まあ全体的に何かをね尖らせたような感じの音じゃなくて、本当にバランスの取れた感じで耳に届いてきます。低音についてはまあ締まりのいい感じで、そんなにねずーんと沈んでいく感じでもないので、まあ他の音をねかき消すことはないですね。個人的にはちょうどいいんじゃないのかなというところで、他の音にもまあ負けずにね割とね強めに出てるようなね印象は受ける方多いと思います。でボーカルはねはっきりくっきり聞こえてきて、まあ澄んでてね女性ボーカルとかね気持ちいいなって思います。やっぱライブ音源とかね聞いてても生々しさっていうのがなんか伝わってくるような、ライブ音源って結構音源ですげえ荒があったりとかするけど、うん、しっかり綺麗なね音源で聞くと、うわこれむっちゃいいな、なんかもうライブ音源楽しいみたいな感覚にはなったので、そのあたりはボーカルは綺麗に聞こえてるのかなと思います。で、高音域もね、ほんとクリアで、低音に負けてる感じも全然しないですし、とにかくね、全体的にね、バランスが取れてるんですよね。ほんとね、しっかりともうね、見渡せるようなね、チューニングでいいなと感じました。で、低音についてもね、これ良好なんですよ。この価格帯でね、文句言ったらダメだとね、感じるレベルで、もうね、エペックスしててね、困る場面っていうのはね、もう全くなかったですね。で、音の分離はね、しっかりはしてるんですけれど、むちゃくちゃなんか解像度が高いわけじゃないからなのか、空間がまあそんな広くないからか、割と全体がなんかコンパクトにまとまって聞こえてくるようなね、感覚はあるんですよね。で、まあ輪郭は結構はっきりしてて、もうぼやっとするっていうことは全然なかったですね。で、FPS 向け評価していきますと、まあ平均水準自体はね、結構高めにはなったんですけど、まあ快適性とね、分離についてはちょっと波にさせていただきました。で、快適性が、波なのは、やっぱりね、これね、結構ね、重量感あるんですよ。この、まあ、高級感自体はあるようには見えるんだけど、すごい重たい。なんか今まで使ったイヤホンの中でも、本当に重たい部類です。価格以上のね、見た目で、これ間違いないとは思うんですけど、まあ、そこがね、気になる方もしかしたらいるかもしれない。で、分離についてはね、店員のところでね、話したような通りになります。まあ、この値段でね、買えるならね、これ本当面白いと思いますよ。中華イヤホンのね、低価格帯はね、やっぱね、癖が強いものっていうのが結構多かったり、なんか遊んでるような感じのね、機種も多いような印象だし、これをね、市民里のエンカウンターエディションについてはね、FPS ゲーマーの入門用にね、持ってこいだと思うかなと。その他、まあ、セット内容についてはもう価格以上のね、水準になってるんじゃないのかな。こんななんかさ、可愛い感じのパッケージついとるし、6000円ぐらいで購入できるイヤホンで、このなんか筐体のビルドクオリティと、内容物とかもさ、こんなのとかついてたりとか、もうほんとしっかりしてますよね。こんなのあんまり見たことないかな。今までいっぱいね、レビューしてきましたけど、ゲーミングイヤホンで6000円でこれはないだろ。絶対ない。筐体はまあね、重いんだけど、高級感あるから、これ6000円で買えるんかーって本当にね、買って思う方いると思うし、満足できる方の方が絶対多いと思う。同じ値段のね、ゲーミングイヤホン買うんだったら、この市民里エンカウンターエディション一択じゃないですかね。以上がね、まあ僕がね、実際に使用して思ったことになります。はい、ということでここまでお疲れ様です。いやー、やっぱねすごいね、シオーディオ、僕もねシオーディオすごいね好きなんですけど、毎回ね、いい音だなーって思わせられて、レビューして、あーやっぱいい音だなとまた改めて感じました。シオーディオのねイヤホンはね、もう何種類だろうな、まあこれはねコラボ製品にはなるんですけど、まあチューニングがね、まあ結構みんな好きなようなチューニングになってるんだろうなって思います。まあ僕も含めてですよけどね。これは本当良かったね。いやー、まあ中華イヤホンをね、これからね、ちょっと買ってみたいなと思ってる方、まあこのパッケージも普通にね、可愛いし、いいと思うし、まあ筐体もね、すごい高級感があるようにできてるので、ほんと金属だし、まあね、なんだろうね、この接着剤みたいなのが若干ついてたりもしたけど、まあ6000円だったらちょっと、まあこれ取れるし、我慢してあげようっていう感じです。まあすごい個人的におすすめしたい製品の一つではあるので、ぜひね、今回もね、動画の説明欄の方にリンク貼ってるので、そちらからチェックしてみてください。普通にね、Amazon で買えるようになってるみたいです。なんでね、ぜひよろしくお願いします。ってことでね、今回の動画は以上になるんですけど、少しでも良かったよという方はね、いいねボタンを押して、一緒にね、チャンネル登録もよろしくお願いします。今後もね、こういった皆さんのためになる動画、上げていきたいなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。それじゃあね、今回も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。